If someone says, break the mold, it means that you do or you think of completely different things from what has been done before or from what is usually done. Then, break the mold, or you may be left in the labyrinth of mysteries forever as ever.常識の壁を破るということは、今までの考え方とは全く違った考え方で物を考えたりしたりすることを意味します。さあ、あなたも常識の壁を破ってみませんか？でないと、いつまでもいつまでもあなたは謎の迷路の中で取り残されるということになります。ヒロシ・ハヤシ、MMA City Japan, April the 13th, 2024. At the Pieta Bandini, Wikipedia English writes about it.As follows. The Pieta Bandini is also called the Lamentation of the Dead Christ, which is a marble sculpture by the Italian High Renaissance master Michelangelo Bernotti. The sculpture on which Michelangelo worked between 1547 and 1555 depicts four figures.The dead body of Jesus Christ, newly taken down from the cross, Nicodemus, Mary Magdalene, and the Virgin Mary. However, is this explanation, or is what is written here, really correct? バンディーニのペーター像について、Wikipedia 英語版は、次のように書いています。ミケランジェロが1547年から1555年にかけて彫刻した作品である。ここにはイエスの死体と十字架からイエスを下ろしたニコデムス、マグダラのマリア、それに聖母マリアの4人が表現されていると。が、ここに書いてあることは、つまりこの説明は本当に正しいのでしょうか。広島やし、浜松市、Japan、February the 26th, 2024. If you flip this Pieta statue horizontally, you'll see the number 27 in the Pieta Bandini. Number 27 means Cain.In Jewish Gematria, Cain creates various paintings and sculptures, but he also writes the number 27 as his own signature on them. As I will explain in this video, it indicates that the Pieta Bandini is also a work of Cain. Cain's a Christ. And then,The three people represented in the statue of Pieta are Lazarus and his sisters Martha and Maria of Bethany, or Jesus' wife. Or who else can you think of? このピエタ像を左右反転してみると、そこにはダヴィンチの書体で27という数字が現れてきます。27というのはユダヤのゲマトリアではカイン、キリストを意味します。カインは様々な絵画、彫刻を制作しましたが、それらの制作物の中に自らの署名として27という数字を書き残しました。それについては、この動画の中で続いて説明しますが、この
バンディーニのペーター像もまたカイン、つまりカイン・キリストの作品ということになります。なお、このペーター像の中に表現されている3人の人物は、ラザルスと、そしてラザルスの妹であるマルタ、それにイエスの妻のベタニアのマリアであるということは言うまでもありません。あるいは、他に誰が考えられますか？もう一度画面を見ながら説明します。ミケランジェロ・バノティがですね、1547年から1555年にかけて制作したと言われているバンディーニのピエタ像と言われているものです。で、このバンディーニのピエタ像は本当にミケランジェロが制作したものなのでしょうか。私、林浩司はミケランジェロ・バノティ、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチの作品は全てカイン・キリストの作品であると判断しています。となると、このバンディーニのペーター像もカイン・キリストの作品ということになりますが、その証拠はあるかということになります。カイン・キリストは自分の作品を残すにあたってですね、27という数字をそれぞれの作品の中に残しました。例えば、モナリザの絵の中にも27という数字が書かれています。そして、ダヴィンチとそれからベロッキョの合作と言われている時代告知の絵の中にも27という数字が書き込まれています。他にもいろいろあります。ともかくもこのバンディーニの像をですね、左右反転してみるとですね、そこにはこのように27という数字が現れてきます。ただしこの2と7はですね、ダヴィンチの、つまりはカインということになるわけですけども、ダヴィンチの書体で書かれています。ダヴィンチ、残っているダヴィンチの書体で見るとですね、ダヴィンチイコールカインですけども、カインの書いた書体を見るとですね、2はどこか S に近い2になっています。それから7は日本語のく、もしくは変に近い書体になっています。そうした書体をですね、このバンディーニのピエタ像に当てはめてみるとですね、ここに書いてあるのは、まさに27という数字ということになります。もう一度皆さんに確認していただきます。左上がですね、一応ダヴィンチイコールカイン・キリストですけども、カイン・キリストが書いた数字ということになります。この中でも特に2と7ですねに注意してください。2と7です。で、2はですね、ダヴィンチなる画家はですね、時々と言いますか、左右反転した文字を書いていたわけですけども、それでもですね、2と7を比べて、2と7を見ていただくと分かりますようにですね、2はどこか S に近い字を書いています。7はですね、くもしくはへの日本語でですよ、に似た字、鍵だけなんですよね。でそれをこの像の中に当てはめて考えてますと、ここに2と7という数字が書き込まれています。つまりこの像もですね、カイン・キリストが制作したものだということになるわけです。もっともここだけを見るとですね、こじつけだというふうに思われるかもしれませんけれども、他の作品、つまりミケランジェロ、あるいはダヴィンチの作品にもですね、の中にはですね、この2と7が書かれているケースが多いです。あるいはカイン・キリスト自身の自画像をですね、自分の署名代わりに右下、主に右下に書いてあるケースもあります。ともかくもこのバンディーニのピエタ像もですね、ミケランジェロが彫刻してはいないという証拠の一つが、つまりこの27の中にあるということになります。つまり結論を言えばですね、このバンディーニのピエタ像もまたカイン・キリストの作品ということになります。続いてカイン・キリストの書面についての動画をつなげておきます。それを見ていただければですね、皆さんにも私がここで言ったことについてですね、納得していただけるものと思います。
Mona Lisa? I said, who painted the Mona Lisa? The answer lies in the picture of Mona Lisa. Mona Lisa とは誰か。またそのモナリザは誰によって描かれたものか。その答えはモナリザの絵の中にありました。広瀬林、ハメメシティ、ジャパン、February the 13th, 2024. On the left side of Mona Lisa, the number 51 is written in reversed letters. 51 stands for Mars in Jewish geometry. モナリザの左側には51という数字が左右反転文字で書かれています。51はユダヤのゲマトリアでは火星を意味します。Furthermore, another number 3 is written above 51. If you read these three numbers from bottom to top, you can get 153. 153 stands for Nergal, the god of Mars. さらにその51の上には3という数字が書かれています。これら3つの数字を下から上に読むと153となります。153は同じくユダヤのゲマトリアで解読すると火星の神ネルガルを意味します。There is also another number hidden in the picture of Mona Lisa.The number is 27. Please have a look carefully at Mona Lisa's left arm. There are two numbers drawn on it. Yes, these are numbers. Compare the numbers 2 and 7 written by Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci wrote numbers in a unique font.そしてモナリザの絵の中にはもう一つ数字が隠されていました。27という数字です。モナリザの右の、つまりモナリザの左腕を注意深く見てください。そこには2つの何か数字のようなものが書かれていますが、これらは数字です。ダヴィンチの書いた数字の2と7の書体と比較してみてください。ダヴィンチは独特の書体で文字を書いていました。27 means king in Jewish geometry. 27はユダヤのゲマトリアではカインを意味します。Cain has painted various works and he has painted them with his own signature. That is 27. I, Hiroshi Hayashi, will explain more about these facts later, but when you put these numbers together, you can get this conclusion. Cain はさまざまな作品を書き残していますが、それらの作品には自分の署名を書き込んでいました。それが27です。それについてはこれから順に説明しますが、これらの数字を総合するとこうなります。モナリザ is
Nergal, the god of Mars. And the painter of this picture is Cain. It means that Cain painted the picture of Mona Lisa. モナリザというのは火星の神ネルガルですと。そしてそのモナリザを描いたのは私カインですと。 Repeat. Mona Lisa is Nergal, the god of Mars, and the painter of this picture is Cain. It means that Cain painted the picture of Mona Lisa. モナリザというのは火星の神ネルガルですと。そしてそのモナリザを描いたのは私カインですと。これがこの動画の結論ということになります。最初から画面を見ながら説明します。モナリザです。このモナリザは誰をモデルにして描いたか、また誰がこの絵を描いたかということですね。で、このモナリザの向かって左側を注意深くご覧ください。そこには数字として読み取れる数字がですね、51とあります。注意深くご覧ください。51です。51はですね、左右反転文字、すなわち鏡文字で書いてありますから、それを一度拡大して左右反転してみます。すると51という数字が浮かんできます。51というのはですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると火星となります。51、今左右反転してみました。で、51となりますね。はい。51は、ユダヤのゲマトリアでは、火星を意味します。つまりですね、ここは火星であるという意味にもなりますが、この数字にはもう一つの意味が隠されていました。それは、51の上にですね、もう一つ数字らしいものが書かれています。この数字はですね、左右反転すると反転した文字になりますけども、つまり3ということになります。今反転してみました。元に戻したということですね。で、ここでちょっと注意していただきたいことはですね、この3の下にですね、ちょろんとこう、下に棒が出てますね。まあ、つららのようにですね、3の下にちょっとこう棒が出てますね。これは後で重要な意味を持ちます。つまり、ここに書いてあるのは3という意味になります。で、この上からですね、351となるわけですけども、この数字をですね、下から読み直してみます。すると、153となります。153というのはですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると、火星の神ネルガルとなります。エンリルの息子のネルガルです。そして、ネルガルの娘がイナンナ・マリアということになります。イナンナ・マリアの父親がネルガルということになります。つまり、ここに書かれているのは、ネルガルですよという意味になります。その証拠に、このモナリザの絵の背景にはですね、上からサソリ、ヘビ、犬が書かれています。それもまた別のところで証明します。で、その腕を見ていただきたいんですけども、むにゃむにゃむにゃと書いてありますね。で、これは何かということですけども、私、林博士は、これは数字であると判断しました。で、ここで注意していただきたいんですけども、ダ・ヴィンチはですね、独特な、つまり彼自身の独特な書体で数字を書いていました。それを表にしたのはこの表ということになります。この表によればですね、特に2と7に注意してください。それから3にも注意してください。後で付け足します。で、2はですね、どこか S ですよね。あるいは、その、反転してみると S に近いわけですね。で、7はですね、日本語のくもしくはへに近い字を書いていたということです。ここが重要です。いいですか ?2 は S のような字ですね。それから7はくへのような字であるということです。この書体をですね、上のモナリザの左上の
まあ、手話に当てはめてみるとですね、ここに2と7があるのがわかります。つまり27と読めるわけですよね。じゃあ27とは何かということになりますけども、ユダヤのゲマトリアで解読すると、カインとなります。カインがこの絵を描いたというカイン自身の署名ということになります。こういうことを言うとですね、こじつけだというふうに思われるかもしれませんけども、同じ書体で同じように、例えば、いわゆるダヴィンチとアンドレア・デル・ベロッキョの合作と言われている受胎告知の右にも同じ書体で27と書いてあります。それから、ラファエロも、同じ書体で27という数字を書いています。と言いますか、ラファエロの絵もですね、それからアンドレア・デル・ベロッキョの合作と言われているあの受胎告知もカインが書いたということになります。それから時代がずっと下って19世紀に書かれたと言われている、テオドール・ジャンジェリコのメデュース号のイカダの中にもやはり同じ、全く同じ書体で27と書いてあります。つまり、そうした絵はですね、カインが書いた絵ということになります。カインはですね、27という数字を書き残すことによって、これは私が書きましたという、まあ、つまりは署名を残したということになります。で、以上の、この3つ、この場面って言います。この動画、今のこの部分でですね、この3つの数字を総合するとですね、こうなるわけです。モナリザというのは、ネルガルのことですよ、となるわけです。ネルガルは、マーズ・アイオン、火星の永遠の神と呼ばれていました。で、マーズ・アイオンの文字をですね、バラバラにして組み立て直したのが、モナリザという名前になります。つまり、モナリザは、マーズ・アイオンのアナグラムということになります。つまり、ここに書かれているのはですね、モナリザという名前の、つまりは火星の永遠の神、ネルガルであるということになります。そしてこの絵を描いたのは誰かということになりますと、言うまでもなく先ほど言いましたように、カインキリストということになります。そして一言付け足します。先ほど3に注意してほしい。と言いましたね。で、その3を見てください。中央の上ですね。3です。で、ダヴィンチの書いた3を今度は見てください。右側がですね、ダヴィンチの書体です。この3の下にですね、つららのような、まあ、ものがちょっと下がってますね。つまり、この3はですね、ダヴィンチの書体で書かれた3ということになります。つまり、この3、5、1は、つまり、ダヴィンチ自身が書いた書体、つまり、カイン自身が書いた書体ということになります。この3に注意してください。つまり、以上がですね、決してこじつけではないという理由の一つになります。This is a painting entitled The Annunciation, said to have been painted by Andrea del Verrocchio and Leonardo da Vinci. It is one of the most well-known paintings in the world. Then, please just think if this painting is really a painting by Verrocchio and Leonardo or by humans. Regarding this picture,Elena Etsan points out the following fact. これはアンドレア・デル・ベロキオとレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われている受胎告知と題された絵画です。世界で最もよく知られた絵画の一枚です。で、この絵は本当にベロキオとレオナルドによって描かれた絵なのでしょうか。この絵についてエレナ・エトさんがこんな指摘をしてくださいました。広し林市浜松シティジャパンオクトーバー 30th, 2023. The skirtOf the woman sitting on the chair on the right is unusually long. No matter how long the skirt is, there is no way it would cover the chair
like this. And inside the skirt, I can read the number 27. 27 means 10 in Jewish gematria. If Elena Edson's point is correct, this picture is physical evidence that it is painted by Cain, the supreme god of humanity. So, I, Hiroshi Hayashi, examine this point, but before that, I would like everyone to know another fact. 右側の椅子に座っている女性のスカートが異様に長すぎる。いくら長くしても椅子を覆うほどのスカートはないと。そしてそのスカートの中に27という数字を読むことができると。27というのはユダヤのゲマトリアではカインを意味します。エレナ・アツさんの指摘がもし正しいとするなら、この絵はカインによって描かれたという物的証拠ということになります。そこでこの絵について検証してみますが、その前に一つ皆さんにこんな事実もあることを知っていただきたいと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチ used a unique typeface to write numbers. These are numbers, but please pay attention to number 2 and number 7. あのレオナルド・ダ・ヴィンチは独特な書体を使って数字を書いていました。これがその数字ですが、ここでは2と7に注意してください。This shows that the numbers Leonardo was writing are quite different from the numbers we are used to using today. Number 2 looks like letter S. Also, number 7 looks like some kind of symbol.ダ・ヴィンチが書いていた数字は、現在私たちが見慣れた数字とはかなり異なっているということがこれでわかります。2は S のように見えます。また7は何かの記号のように見えます。So, please have a look at the Annunciation again.Although the positions are slightly different from those pointed out by Elena Edson, I am also able to see the numbers 2 and 7 on this skirt. そこでもう一度、受胎告知を見てください。Elena Edsonがご指摘くださった位置とはややずれていますが、私もこのスカートの上に2と7を確認することができました。Yes, if this is such a fact, some people may think that they just seem that way, but it's just a coincidence. However, Eden Aston also points out the number 27 in The Raft of the Medusa,by Theodore Jangelico, which was painted in 1819, almost 300 years after the Annunciation. Now, please compare the two number 27 in Da Vinci's Annunciation and the 27 in Jericho's The Raft of the Medusa. You can see thatTypeface and drawing style are exactly the same in these two paintings. が、これだけの事実であるとすると、
それらはそのようにも見えるだけ、ただの偶然の一致だと思う人もいるかもしれません。が、同じくエレナ・アツさんは、この事態告知からほぼ300年後の1819年に書かれたというテオドル・ジャンジェリコーの書いたメデュース号のイカダと題された絵の中に、同じく27の数字を発見してくださいました。で、ここでダ・ヴィンチの時代国史の絵の中の27と、ジャン・チェリコーのメデュース号のイカダの中の27を見比べてみてください。書体、書き方が全く同じであることがわかります。In other words, the principle of 1 plus 1 equals 100 works here. It is not 2. 1 plus 1 is not 2. 1 plus 1 equals 100. Okay, if it's just one thing, it's just a coincidence, I know. However, if two of these coincidences occur in a row, it will become 100. In other words, it is a fact that can no longer be dismissed as a coincidence. つまりここで 1+1 イコール100の原理が機能します。一つだけなら偶然ということになります。しかしその偶然が2つ続いたら100になるということです。1たす1イコール2ではなく、1たす1イコール100になるということです。つまりもう偶然という言葉では片付けられない事実ということになります。I, Hiroshi Hayashi, judge that these two paintings areBoth the works of the god Cain and the number 27 shown here is the signature of the god Cain and that what it means. 私、林浩氏は、これら2枚の絵画は共に神カインの作品であると判断していますが、今ここにお見せしている27は、その神カインの署名ということになります。共に27という数字が右下にあるというところにもどうか注意してください。This method is also used by Michelangelo Buonarroti. For example, in the painting of the Battle of Cascina,Cain, the Christ, paints a self-portrait of himself in the same lower right corner, just like a signature, as we do now. この方式はミケランジェロ・ブナノティも使っています。例えば、カッシナの戦いと題された絵の中では、同じく右下にカイン・ザ・クライストは、カイン自身の自画像を描いています。
The fact that Edna Essan points out this time here in this video is truly a very important fact. This is because, as far as I have researched, this is the only one work among other paintings which are said to have been painted by Leonardo da Vinci that came the Christ himself left his own signature. Cain himself left his own signature and tells us humans like this. This is a picture that I, Cain the Christ, drew. In other words, this fact indicates that all other Da Vinci's works are created by the God Cain the Christ. The number 27 has such a significant meaning, and this number itself shows that it is also important physical evidence of that meaning. Thank you very much, Elena et San. Elena et San が指摘してくださいました事実はまさに大変な事実です。というのも私が調べた範囲の中ではレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われている作品の中ではカイン・キリスト自身がカインの署名を残した唯一の作品ということになるからです。27という数字はカイン自身の署名ということになります。カイン自身が自らの署名を残し、そしてそれを私たち人間にこう伝えたのです。これは私、カインが書いたものです。つまり、一連のダ・ヴィンチの作品は、すべての作品と言っても過言ではありませんが、神、カインの書いた作品だった。ということになります。数字の27にはそういう重大な意味が含まれ、なおかつこの数字がそれを意味する重要な物的証拠ということになります。エレナ・アズさん、どうもありがとうございました。Who descended during the Renaissance around 1500 left many messages to us humans. One of them is a painting entitled Saint Jerome. The number 61 and the number 27 were hidden in the painting. 61 and 27 stand for God and Cain according toJewish Gematria. This is important. 61 and 27 stand for God and Cain according to Jewish Gematria. In other words, the man depicted in the picture was a figure of God himself pretending to be Saint Jerome. So, in this way, Cain Christ.Not only expressed himself as a self-portrait of the God himself, but also taught us humans that. Christ is Cain in the Bible. In other words, Cain Christ himself is the human savior. 1500年前後のルネサンスの時代に降臨したカイン・キリストは数多くのメッセージを人間に残しました。その一つが聖ジェロームと題された絵画です。その絵画の中には61という数字と27という数字が隠し込まれていました。61
61と27はユダヤのゲマトリアによれば神とカインを意味します。ここが重要です。61と27はユダヤのゲマトリアによれば神とカインを意味します。つまりその絵に描かれている人物は聖ジェロームに見せかけた神自身の姿だったということになります。で、このような形でカイン・キリストは自ら神自身の自画像を表現するのみならず、私たち人間にこう教えたということになります。キリストというのは聖書でいうところのカインです。とつまりカイン・キリスト自身が人間の救世主ということになります。広し林浜松シティジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。一般にこの絵はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵とされ、またこの絵はですね、聖ジェロームを表現したものだと言われています。右下にですね、白抜きのライオンが描かれているために聖ジェロームであるとです。で、この聖ジェロームの左上にはですね、61という数字が隠し込まれていました。その姉妹作である東方三博士の礼拝の絵の中にはですね、131という数字が隠し込まれていました。まあ、61だけを見るとですね、そのようにも見えるかなというふうにお考えになる方も多いと思いますけれども、右のですね、東方三博士の礼拝の中には131という数字がですね、ともに180度回転した状態で書かれています。で、ここで注意していただきたいことはですね、書体が同じだということです。左は聖ジェロームなる絵の中に書かれている61です。右は東方三博士の礼拝の中に書かれている131です。1の書き方に注意してください。同じということですね。つまり聖ジェロームの絵の中には61という数字が隠し込まれていました。61というのはですね、ユダヤのゲマトリアで解読すると神、神ということになります。つまりここに描かれているのはセントジェロームに見せかけた神自身の自画像ということになります。ついでに言えば、右の東方三博士の礼拝の中に書かれている中央の人物は一見すると赤子イエスを抱いたバージンマザーのように見えますが、これはバージンマザーイコール、つまりはイナンナであるということをこのような形で、まあ、1500年前後にですね、あの時代にフロレンスに降臨した神は私たち人間に教えたということになります。ここが重要ですから、ここでは特に左に注意してください。聖ジェロームに見せかけた神自身の自画像であるということになります。61イコール神ですが、それだけではなかったんですね。この聖ジェロームの中にはですね、27という数字が隠し込まれていました。27はですね、ユダヤのゲマトリアで解読するとカイン、カインとなります。もう一度この聖ジェロームの絵を見てください。足に注意してください。27となります。72ということになるというふうにお考えの方も多いと思いますけども、古代ヘブライ語はですね、左右自由に読み書きできるようになっていました。ですから72は27と読み替え、27はカインとなります。同じ手法を使ってですね、ミケランジェロ・プラノティがですね、カッシナの絵の戦いの中にやはりユダヤのゲマトリアを使ってですね、私たち人間に
メッセージを残しました。この絵の中には777-5027という数字が隠し込まれていました。77キリスト、50ビブリカル、つまり聖書の、そして27はカインです。つまりですね、この絵を通して1500年のあの前後のあの時代に現れたカイン・キリストは、キリストというのは聖書でいうところのカインであるというメッセージを残したということになります。つまりこのメッセージもですね、カイン自身が人間に直接与えたメッセージということになります。ここに書かれているメッセージと先のセント・ジェロームの中に書かれているメッセージを重ね合わせて考えるとですね、つまりは神というのはカインであり、そして私たちがキリストと呼ぶ、つまり救世主というのはですね、聖書というところの救世主というのはカインなんですよというメッセージを残したということになります。そしてここが重要ですけども、こうした絵画は、つまりは物、絵画というものイコール神の存在を直接的に示す物的証拠ということになります。今から500年前に神、カイン、キリストはですね、この地上に降臨し、このような物的証拠を私たち人間に残したということになります。つまりカイン、キリスト、神自身がこの地球上に現実的に実在する、もっとはっきり言えば実存するという物的証拠を、このような形で絵画というもの、物的証拠を通して私たち人間に残したということになります。そして左のセント・ジェロームの顔と右のアンドレア・デル・ベロッキョの顔は全く同じです。ただ年齢差はあると思います。左の方がより年を取っている、右の方がより若いということになります。つまりアンドレア・デル・ベロッキョの表現したこのセント・ジェロームなる絵は神自身の自画像ということになります。これでつまりはアンドレア・デル・ベロッキョの描いたこの人物、まあ一般にはこの絵はですね、聖ジェロームと言われていますけれども、この人物が聖ジェロームということになるわけですけれども、繰り返しになりますが、聖ジェロームに見せかけた、つまりは神自身の自画像ということになるわけです。ではこうした絵を描いたのは誰かということになりますけれども、そうした事実を知っている神はただ一人、カイン・キリストということになります。つまりここに表現されている神、カイン・キリストは、つまりは神自身、キリスト自身の自画像ということになります。